はい、おはようございます。竹下篤です。こちら、2020年製ギブソンレスポール、エリクサー兼使用レポート、何日目かな、ちょっと確認をしてみないと分かる。失礼、7日目か。今日は7日目ですね。7日目、こんな感じの音になりました。ちょっと聞いてみてください。今日はどうかな。実はね、黒沢楽器池袋店で、ボーカリストのね、沢井真理子先生のレッスンがあります。こちらの方ね、僕の曲の、ある晴れた日にという、譜面をね、今まで結構ね、こうダラ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 、この曲4番まであるんですけど、まあ、長く譜面書いてたんですけど、字をね小さく書く練習したんですよ。結局ある晴れた日にっていうのが、まあ、連続繰り返しするね曲なんで、まあ、それをコンパクトにまとめてみたらどうかってことをね、沢井先生の方からご指導いただいて、まあ、ちっちゃく字を書けるようになりました。で、3番までね、こう3段に、まあ、こういう感じで見えるかな、3段まで並べて、一番盛り上がる最後のね、サビの部分を、まあ、別にね書きました。でね、人間ってやっぱりね、練習すればできるようになるもんですね。僕ね、自分はね、もうとにかくなるべく、ね、大きい字を書くようにしたんですよ。名前書くときもね、だからね、字がいつもね大きかったんですけどね、まあ、来る日も来る日もちっちゃく字を書く練習をしてたらね、なんとか譜面の中にね、3段分収まるようになりました。これはね、やっぱり人間何でも練習ですね。明日はね、池袋で、ね、美味しいね、定食屋さんがあるんですよ、池袋に。サバの塩焼きがね、好きなんですけどね。小山台にね、すごく美味しい定食屋さんがあって、好きで、まあちょくちょく通ってるんですけどね。コンビニエンスストアのね、レンジでチンすると食べられるサバの塩焼きってね、骨がないんですよね。骨がないサバっていうのはね、ちょっと、ある意味ちょっと怖いっていうかね、どういう風になってるのかなと思うんですけどね。その池袋の美味しいね
定食屋さんで硬い骨がビシッとこうあるわけですよ。で、あの骨の近く の, あのお魚の肉ってすごく美味しいんですよね。明日はねちょっと、13時からかな、厳しいレッスンが待ってるんで沢井先生ごめんなさいねあの厳しいレッスンが待ってるんでちょっと早めにね出かけて、池袋で、塩サバのね定食を食べてちょっとこう気合を入れてね、沢井先生のレッスン受けていきたいと思います。まあ歌の方はね、やっぱりピッチがねなかなか安定しないんですよ。一生懸命鍛えてるんですけどね、まあ、歌も筋力なんです。こう下のね、っていうね、ブルーハーツの河本ひとつさん、これあれでしょ、あれってふざけてるんじゃないんですよ。サビなんかに入る前にね力が入りすぎないようにこうやってやってからサビに入るとね不思議と歌えるもんですよ。僕の歌はね、まあ、聞いてらっしゃる皆さんはね下手くそだなって思うと思うんですよYouTube なんか見るとね本当にまあうまいこと歌ってるね男性ボーカリストも女性ボーカリストも多いんですけどね、感心しますね本当に。ピッチも正確ですしね、まあ綺麗な声で歌ってます。で僕にはねそれはできないんでねパンクロッカーだったりした時もあるんでなんでね、今流行りのこうなんかこう椎名林檎さんの早口言葉みたいなああいうのはやっぱりできないんで、こう自分なりのね自分のいいところを生かした、曲をね作っていきたいと思います。結構 YouTube いろんなねギタリストさんの見るんですけど、僕にはね喋ってる言葉が早すぎてね何言ってるかわからないんですよ今の時代っていうのはあれぐらい早く喋るんですかね。なんとかねなんとかね、ここはねこうしてねこういうこういうレレレレレレレでここでねスケールはこうでこうこうして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 こういう風にしてこういう風にするとこれ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 って言われるんですけど、テンポが合わないんですよね。そんなに早く喋られると聞き取れないんですよ。できればね、もう少しゆっくり喋っていただけると聞き取れるかな。なんてまあ人のチャンネルだから僕がどうこう言う筋合いじゃないですけどね。僕のはかったるいと思われるかもしれませんけど、まあそこそこにね固定ファンの方もついてくれたようなんで、このスピードがもう僕のデフォルトなんで、まあこんな感じのね口調で、和む方がいらっしゃったら、ぜひ今後ともねこのチャンネルご覧になっていただけるととても嬉しかったりします。でこの辺に出るのかな、高評価ボタンっていうんですか、ポチッとねこう押してくれるとねちょっとギタリストはね嬉しかったりするんですよ。その1個の評価がねなかなか僕なんかは評価がつかないですから評価しようがないでしょ、うまいんだか下手なんだかいいんだか悪いんだかよくわかんないから、まあそんな僕でもねなんとかかんとか音楽でやっていけるようになったの本当に皆様のおかげです、黒沢楽器様、そして、ギターを教えてくださってる、加納先生、そしてボーカルを担当してくださってる沢井真理子先生、本当にありがとうございます、
数々のレッスンで断られたこんな僕をですね、黒沢明さんが優しく受け入れてビシバシと鍛えていただいております。はい、そんなわけで大変気に入っております。はい、みどりちゃんかな。ギブソンレスポール2020年製でした。はい、9割は無駄話した。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、See you next time です。バイバイ。